クリエイティブな社会ではレプリケーターなどの新しいテクノロジーが全ての人に利用可能になります。レプリケーターは政府ではありません。物理法則に従って動作するデバイスです。例えばロブスター、 T シャツ、または電話を見てみましょう。見た目は完全に異なります。しかしミクロレベルで見るとそれらは同じ素粒子で構成されており、数が異なるだけで異なる方法で配置されていることがわかります。これらの粒子が原子を形成し、原子が分子を形成します。これらの素粒子の特定の組み合わせによりロブスター、 T シャツ、または電話のいずれかが得られます。レプリケーターの動作原理は基本的に素粒子を適切な組み合わせで組み立てて、必要なもの、つまり温かい朝食やファッショナブルなズボンを手に入れることです。さらにそれらは新品で、すでにアイロンが消されており最高品質です。すべては設定したプログラムによって異なります。例えば新しいガジェットをレプリケータに表示するには、エネルギー、オブジェクトの作成元となるパーティクル、アセンブリーのシーケンスに関する情報という3つのコンポーネントが必要です。人類は長い間エネルギーをうまく利用してきました。クリエイティブな社会では新しいタイプのエネルギーと長い間発見されてきたタイプのエネルギーの両方を使用できるようになります。オブジェクトに関する情報は目的のオブジェクトをスキャンすることによって受信され、レプリケータにアップロードされます。同様の原理は飲料の分子印刷技術で既に実装されています。あらゆる飲料は分子から直接印刷されます。重要なことは必要なオブジェクトを具体化するための適切な量のパーティクルを用意することです。これを行うにはユーティライザーが必要です。不要なものは中に入れて素粒子に分解しカートリッジに入れます。レプリケーターはカートリッジと情報を使用して必要なものを作成します。だからゴミを処分して欲しいものをすべて手に入れましょう。ユーティライザーがあれば食器を洗う必要がなくなります。汚れた皿、パンくずがついたテーブルクロスを入れるだけで完了です。レプリケーターとユーティライザーは電子レンジや食器棚ほどの大きさのデバイスです。それらの内部の磁力は特定の組み合わせに従って粒子を再配置するのに役立ちます。ミリ秒単位でいつでも必要なものすべてを完全に無料で手に入れることができます。あなたの健康や地球の生態系に害を及ぼすことはありません。レプリケーターはすべての人に利益をもたらすだけでなく、地球全体にも利益をもたらします。例えば今日の朝食で美味しくて焼きたてのパンを楽しむには、一連の複雑な製造プロセス全体が発生する必要があります。畑を耕す必要があり、そのためにはトラクターが必要です。トラクターとそのすべての構成部品を生産するには様々な工場を建設する必要があります。そしてこれらの工場はすべて有毒ガスを大量に排出しますが、排水には危険な化合物が含まれています。また人々が採石場や鉱山から抽出する原材料も必要です。小麦を育てるには農薬や化学肥料が必要で、土壌や作物に毒を与えます。燃料と潤滑油など必要なものすべてを届けるには莫大な費用がかかります。トラック、船、電車などの輸送手段が必要です。普通のパンが環境に与えるダメージを見てみましょう。そして同じ話がすべての製造部門にあります。クリエイティブな社会では誰もがレプリケーターを手元に持つため、環境を破壊するこれらのプロセスはすべてなくなります。ボタンを押すだけで、ここにあなたが食べるパンがあります。ボタンを押すだけで、ここにあなたが食べるパンがあります。地球上のどこにいても、すべての人にとってすべてで十分です。空気、地球、海から危険な放射能汚染をすべて浄化することができます。ゴミは、新しい美しいものを生み出すための素粒子の源である最も貴重な資源になります。クリエイティブな社会は、最先端のテクノロジーを享受できる世界です。そして、あなたの人生は経済的に自立し、快適で豊かになります。